皆さんこんにちは、鈴木千奈美です。私も今マタニティライフを楽しんでいるところなんですが、毎日お散歩したり、あとつわりも軽く落ち着いてきたので、最近は料理も作って栄養のあるものを摂るようにしています。そして出産に向けた準備なんですけど、実は私妹が2人いて、妹は出産を経験しているので、もう妹頼みになりそうな予感がしています。でもまだまだわからないことだらけなので、たまごクラブさんを読んで私も一緒に勉強しようかなと思っています。そしてたまごクラブ7月号に登場するので、皆さんそちらもぜひご覧ください。